ちは、飼い主です。今日はね、もんちゃんがおにぎりみたいになってたので、それを撮っています。あとね、スマートフォンを新しくしました。その報告と、まあ近況報告みたいな感じでやっていきたいと思います。もんちゃんね、家の外で寝るの珍しいんですよね。しかもなんかおにぎりみたいに三角形、丸い三角形みたいになってますね。かわいいですね。すごいモコモコっていうか、ブカブカ、なんか毛皮着てるみたいでね、いいですね。太ったのかな、体重的には減ってるんですけど。そういえば12月の体重測定やってない。正面から見るとまた可愛いですよね。眉毛がなんかマロみたいになってるし、お腹の肉が、肉なのかな、皮なのかな、 毛なのか分かんないけど、座布団みたいになってますね。タプタプって感じですよね。なんか目開けたまま前のめりになって転がりそうな勢いですよね。ゴクッゴクッてしてますね。そのままでんぐり返しになってもんちゃんは元気にしてるんですけど、スマートフォンね、この間お風呂掃除の時に床にタイルに落としちゃって、多分基板が中でやられちゃって壊れちゃったんですよね。なんだっけな、新しく買ったんですよ、ブラックフライデーに。11月の27くらいかな、そのくらいに買って、でスマートフォン届いたのが1週間とか下手したら2週間とかかんのかなと思ったら、セールでね、しかも年末だしコロナだしいろいろあるから、年末じゃないか、まだでもかかるかなと思ったら、その6時間10時間後ぐらいに届きましたね。結構ね、すぐ届いて Google が本気出したなと思いましたけど、スマホ Pixel の 3AXL っていうのを買いました。 Google が出してるやつなんですけど、あれね、なんか投げ売りされてて、セールで2万いくら引きかで3万5000とかで買いましたね。まあ、そんなに僕携帯でゲームしないんで、まあ、本当にネット見るか YouTube 見るかみたいな感じなので、そのくらいの低いスペックでも足りるかなと思ってやってます。でもやっぱカメラ変えると画質がすごい変わりますね。前使ってたのが4年前のなんか海外仕様のやつで、すごいもんちゃんが暴れて急に覚醒し始めましたね。念入りにすごい顔で、でなんだっけ、海外仕様のやつですごい4年前で古くてずっと使ってたんですね。そんなに携帯にこだわりはないので、 iPhone とかじゃなくていいかなと思って、安いのでずっとそれ使ってましたね。だから壊れた機械に買い替えるっていう生活を今までしてたんですけど、念入りに右足ばっか必要に毛づくろいしてますね。かゆかったのかな、これ食べてんのかな、違うか、すごいかじってんのかな、わかんないけど、移行がすごい手こずっちゃって、スマートフォン届いたのはいいけど、壊れた後で認証とかもセキュリティを最強にしてあって、結構ねアカウントの移行ができなくて問い合わせしたりして時間かかっちゃいました。癖ついちゃって顔にうんちうんち投げてる。あ、帰ってった。今日はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。